関西、キュウリキュウコンボだぜ、コンボ。じゃあ今日もエンダーリリーズ続きからやっていこう。前回はリーグレットさんを倒して浄化するところまで行ったんで、今回その先に進んでこう。なんとなくね、このクエストっていうのがあるなっていうのを見て、これでシーグレットさんを浄化するっていうのがあったんだなって思った。で、次が多分この黒魔女、レイチェンさんを浄化するっていうのだけど、その前にここ2つ埋めることができたらいいね、今回。じゃあ行こう。進んでいきます。おー、キラキラしてる何かがあるな。なんだろう。あ、これレストポイントか、ただの。大丈夫か。ありがとう、極意の騎士。無理をするな。少し休もう。そうしよう。こっち側にもレストポイントあったんかい。じゃあ休みます。これで分かったことは、人を浄化した後にもレストポイントあるっぽいので、これからはマップを、そこまでのマップをオレンジにします。ボス倒します。次のレストポイントで休憩で終わりにしていこうか。待てよ、ここアホだな。ってことはなんかあるよね。はい、汚れを呼ぶ死の雨。なんかどっかに壊せるもんがあるんとちゃいまっか。じゃなかったな。なんだろう、橋が落ちるとかか。怖え、橋は怖えよ。ここにたどり着いた時にはすでにこの惨状だった。皆雨で獣となったか、獣に殺されたか。巫女とは古い縁がある。この身では露払いにはならないが、敵を退けるための剣にはなる。ありがとうございます。困って、不思議そうだな。こんな雨の下で子供を捨ておくようなやつに見えるか。まあ、ちょっと厳しそうには見えるけど、まあ、優しいってことな。これさ、シーグレットさんがさ、会話に入ってこないじゃん。ワンチャンシーグレットさんを救わない選択肢があったりする。なんかな、触れるっていうタイミングで触れないとシーグレットさんついてこないで、ただ倒すみたいになんのかな。どうなんだろうな、気になります。辛いね。行くとしよう。そうだな、行きます。いや、なんかあるな。まだムービーだな、これ。おーっと、馬だね。知り合いの馬か。見覚えでもあるのか。あるのかな。狂気に落ちる前に意識が消失したようだな。あー、言ってたな。狂気、意識を持ったまま狂気に落ちるとめちゃめちゃ苦しむけど、そうじゃない獣もいるみたいな。え、でも意識を消失したら普通にただのなんか物になるってことかな。わかんないけど、だから獣にはならんってことか。敵意はないようだが近づかない方がいいだろう。ああ、そうか。近づかない方がいいの。ごめん、辛いね。何、あ、グローワーの手紙。ベイルへ。これまで長い間よく白巫女様や森人を運ぶ。ああ、ベイルってこの馬なんだ。はは、なんだっけ、御社、御社わかんねえや。として仕えてくれました。あなたの馬も賢く勇敢でした。息子もあなたと同じように立派な御社になると信じていますよ。また京子を訪れた際は声をかけてください。白き光の安寧があらんこと。森人の長グローワー。長はグローワーっていう人だった。いや、でも声をかけてください。あなたの馬も、あ、ベイルはあれか、あの、だから馬を指揮する人か。あ、ちょっと間違えたね。息子さんがいるんか。了解です。はいはいはい。何、白い花と赤い花について。道中に咲く不思議な力を持つ花はリリーの旅の助けとなります。赤い花は汚れを帯びた赤い花を刈り取るとスキルの使用回数が回復します。なるほど。白い花は加護の魔力を持つ白い花を刈り取ると祈りの回数が回復します。大切だね、覚えておこう。この世界に落ちるっていう概念はとりあえずなさそうかな。落下で死ぬことはなさそうだ。はあはあ、弓が出てきた。渡辺、よいしょ。弓どうやってやったらいい？まず回復。あー、危ねえ。よいしょ。ジャンプして、よいしょ。うい、オッケー。はあ、待って。今の、あ、いや、一回着地したか。ワンチャン、
これの後に、ああ、もう一回は飛べないね。いや、じゃあさっきは一回着地してたんだ。惜しいな。だったら三段ジャンプワンチャンって思ったんだけど、そんなことありませんでした。失礼いたしました。これ下行けっかな。あ、こうやって下見れんだ。R スティックで下を見ることができると。オッケー、待って、死ぬじゃん。うわー、ごめん、死んだ。ごめん。これは俺のせいです。ほんとごめんなさい。もう一回頑張りましょう。基本的に敵は根絶やしにしないと気が済まない勝負。だるすぎなんだけど、これ X 使ったらなんとかなったりする。あー、そうか。そういう感じか。どうしようかな。よいしょ、飛び込んで X 押して、よいしょ、OK。マジで?よいしょ、うい。オッケー、でもありがとう、リグレットさん。細かいところなんかあんな。一回乗ってみるか。地面を攻撃するみたいなのが今度できるようになるんかな。そう思っとこう。寒い。どこにいるの?で、お母さん。辛すぎ。こっちに行けばクリアはできるけど、とりあえず上の子たちを倒そう。ごめんな。え、何やい?崖の上の、崖の村の少年。やべ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 、気づかなかった。やっべ、うん、ぶんねえ。今体力ねえんだから、死ぬよ。よし。普通に死ぬよ。おい、あ倒すんつらー。助けて、苦しいよ。浄化しよう、浄化しよう。それは浄化しよう。苦しいな。これか。はい、スキル、はい。崖の村の少年。液状の体で山なりに飛びかかり、着地時に飛散して、ああ、これであそこのくぼんでるところの奴らを倒すことできるね。うんうん。雨による混乱の最中、母親とはぐれてしまった村の少年は、助けを求めに白の教区を目指したが、至らなかった。うわ、つら。間に合わなかったんだ。ごめんな。一緒に行こう。浄化できてよかった。辛すぎ。やられた。そうだよね、ギリギリだったもんね。ごめんな、リリーさん。ちょっとじゃあ、スキル足してこう。崖の村の少年。3つある、3つ飛んでる。いいね。チナ、クエスト見てみよう。あ、いや、違うのか。崖の村の少年だと思った。汚れの魂を5個受け継ぐ。汚れの魂を最大まで浄化する。ほう。汚れの魂を5体最大まで強化する。強化があんの?強化あんの?強化あんの?いいね。え、マジで?え?ちょっと待って。ごめんなさい。後ろ側に逃げてもダメでした。失礼いたしました。で、ここで、A ボタン。うい。OK。もう一回。意外と射程あんな。この辺。OK。いや、崖の村の少年やべえな。いいね。使い勝手良すぎ。最高です。ワンチャンだけど、ここも崖の村の少年でいけるかな?え、ダメ?もう一回。ああ、ダメそうだな。なんか違うっぽい。頼む、この辺でレストポイント?レストポイントだね。レストポイントあります。下が水か。一回休むところに行こうか。オッケーオッケーオッケー。いけた。待て。何か来る。マジで?やだ。休めると思ったのに。あ。これは、恩赦、恩赦。何だったか合ってるか分かんないけど、ついてきていたのか。意識はないが、お前の持つお守りに引き寄せられているようだ。お守り?ほんほん。ああ、途中で拾ってるやつか。かつては白巫女に仕えていたのかもしれん。力を貸してくれるようだ。白巫女は特別な存在なのだな。マジか。え、ありがたい。え、すごく移動が楽になるってこと?何もできないけど、レストポイントからレストポイントに飛ぶとかができるようになってたら嬉しいですけど、どうですか?ファーストトラベル!完璧です。が解禁されました。一度アクセスしたことのあるレストポイントに移動することができる。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、これですごく楽になったっすわ。ありがとうございます。記録しようか。で、一回、ここよ、ここ。ごめんな。死んだらごめんな。でも、俺はいけるって信じてる。はあ、はあははあ。うん。潜ればするけど、下に行けないから、多分次のボスで、
水中を渡るみたいなのが可能になるような気がする。そうであってください。よろしくお願いします。よいしょ。はい。白。白教書。白教書と読むことにしよう。2章。国を守る兵士たちは、獣に立ち向かいましたが、獣たちは幾度倒れようとも、起き上がり死ぬことはありませんでした。そうだな、レストポイント行くと復活ししてしまう。獣から国を守ったのは、金の髪に白衣を身にまとった一人の女性でした。おう、金髪の女性か。女性が祈りを捧げると、汚れは浄化され、獣は動きを止めました。え？でも俺じゃねえってことは、俺は白巫女じゃねえってこと。はいはい。人々はその神々しい様を見て、白巫女と呼びました。白衣はまとってるけど、俺は白髪だもんな。俺っていうか、この子は。あ、じゃあ、白巫女じゃねえんだ、この子。ええー、そっかそっか。この下どうなってんの？いけるね。ちょっとじゃあ下も行ってみよう。あ、なるほど。これ下からのルートと上からのルートがあるんすな。まあ上からのルートが正規かなと思うから、上からまず行こうな。あー、上からのルートっていうか、分岐だね。じゃあこれ行った後に下も行こう。やべ、鎧、待って、あのカラス何？やば。カラス出てくるとか、魔界村かよ。学系の村だ。あの少年の村だ。ここは村だったようだ。そうだな。どっちだろうな。下がも、正規じゃないと思ってきたけど、まあ、レストポイントどの道ボスの前にはあるだろうから、レストポイントまで行って、戻って、で考えよう。うーっと待って待って、バウ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 。うー、ワンチャン来た。待てよ。あの子どうやって倒しに行くんだ、あれ。いや、無理だろ。待ってー、そんなことある？やばいやばい、しゃ、間違えてジャンプした。くそー。なんか幻想的な音楽流れてたな。一回下行ってみます。先の道があるな。深い森だ。かなり水に沈んでしまっている。そうかそうか、水、絶対強いじゃん。もうしかも自動追尾、オートなんちゃらがついてる。やばい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 、待って、なにわからない。正規ルート上っぽいので下から行こうか。なるほどね。あのキノコはやった後に胞子をまくと。どういうこと？うらっ。オッケー。空中だとああいうことしてくれるんだね。なるほど。これが食らってはいけないやつね。抜けた。下道はない、これ。下道はない。オッケー。こっち行きます。魔女たちの森。わ、正規ルートではないけど。あ、ちょっと待って。いや、違うな。上が非正規ルートだったっぽい。次が黒い魔女を倒すってことは、こっちが外れルートだ。あ、こっちが当たりルートだ。やべ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 。で、こっちに行くこともできますよと。下は？下からも来れたね、多分。下なんならもっと下あるね。楽しいじゃない。あー、白いバラ、超ありがて。よし。やばい、痛い、死ぬ。あっぶねー。まずは、うわー、やられた。くそ、悔しい。悔しいけど、あっちが正規ルートっていうのは分かったので、やっとね、上から行きましょう。二段ジャンプの仕方可憐すぎるだろ。かわいい。なんかやっぱ歌声聞こえ始めたね。お、かわいいね。上から行けそうだから一回下降りてみる。あれ、なんか白いの入ってそう。オッケー、見つけました。お守りのかけら、これ大事だね。超大事。ここ下に抜ける道もあんのか。そう、やられたーん。ごめんなさい。待ってー。下手くそがすぎる。レベル上がったよー。はい、夜、汚れだそうです。汚れが寄ってきてるっちゅう意味ね。嫌になっちゃうな、ほんと。なるほど。これが下ルートかな。多分、落ち死には今のところないかなとは思ってるけど、ちょっと怖いから先こっち行っとこうな。ってことはよ、待って、今なんか手に入れた。はい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 。よどんだ汚れの残滓とか、たける汚れの残滓手に入れてるね。これで多分スキルのレベル上げれるんだと思うな。楽しみです。いや、これ
移動前に回復があったってことを考えるとここにレストポイントはないか。そうだよな。おお、ちょっと待って、なんか強そうなトロールくん出てきた。うい、はいはい、その後に好きできるんちゃう。やっば、痛い、え、一撃でかすぎ。マジでいってる。よいしょ、オッケー、倒せた。え、強かった子は、待って、これ下あんの？下あんね。下抜けられないんか、ここ。登れないここ。やばい、死にかけ、死んじゃうよ。いや、ちょっと待って。ちょっと卑怯とは思うけど、ここに白バラがないってことは、この先、レストポイント。そこに小屋がある。休んでいこう。そうだよね。よし、休んでいこう。読もう。青銅教徒の手記。果ての国では、獣が現れて以降、青銅教をはじめ、様々な信仰は、急速に廃れることになった。青銅教っていうのが一番、広まってたってことな。人々は希望を求めて白巫女の元に集まり、そこから人々の中で白教が広まったのだろうと。あ、なるほど。青銅教があまりにもバー広がって、それに反抗する人たちが集まって白教ができたっていう認識であってるかな。強化可能。やっぱ来るよね。来ると思ったわ。強化可能なスキルがあります。スキルはレストポイントで強化することができます。オッケー。スキルの強化します。で、何を強化するか。まずは、いっちゃん使うから、これ、刻意は。え？古木さんし足らないって言われた。マジかよ。あー、こっち上がってもなーって感じだなー。ま、じゃあいいかな。まだ、今は。ちょ、誰を使っていくかわかんないし。奥にも道があるようだ。進んでみるか。ちょっと待ってね。まだね、前を全然探索できてないから、前探索させてくれや。オッケー、こういう生き方ですよね。いいね。はい、壊れたオルゴール、レリック。敵から受けるダメージを少し軽減する。あ、これマジ大事だね。戦いによって汚れ、音が途切れて鳴り続けるオルゴール。ほう、鳴り続ける。ずっとオルゴール鳴ってんだ。果ての国に伝わる古い子守歌が流れる。贈り物には短いメッセージが添えられていた。愛する我が子へ、夢の中で会えますように。会えるといいな。辛いね。これなんだろうな。すべて雨に溶けてしまった。はあ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 。残滓手に入れられるね。スキル強化に利用可能。はい。救済した。ああ。獣から引き取った汚れの残滓。嘆き悲しむ汚れはよどみ、わずかに光を放っている。レストポイントでスキル強化を行うことができる。あ、そういうことか。そういうことか。だ、赤くて光って倒れてる子たちは全部そういうことだったんだ。なるほどな。あの上の子からも回収はできるはずなんだよ。あそこで折りたてる方法がそのうちできる。やられた。ここっすな。下いけるかな。死んだらごめん。いけた。よかった。なるほどね。下の道とつながってると。了解です。これでもらえるね。よかった。でもまた違うステージな気がすんな。あ、これ向こうから来ないと開けられないやつね。了解です。待って、だったら何取り逃してんのって思ったけど、あれか。あの残滓もあれなんだ。このオレンジにならない要因になるんだ。いや、でもあれはまだ多分取れねえからな。オッケー、じゃあ青のまま進んでいこう。レリック。そうだね。さっき拾ったやつ。スロットが不足しています。はぁ、あ。HP が増えるんとダメージ軽減できるんだったら、これでいこうか。オッケー。レベルによってスロットが変わってくんな。これ、ここにあるだけつけられると思ってたわ。ちょっと甘かったっす。結構思ったより拾えたから、その残滓が。上げていいかな。与えるダメージが、上がるリキャストタイム。俺どっちかっていうと崖の村の少年の方が使うから、こっち上げておこう。まあどっちも上げておこうか。上げられるし。で、今のところ気になってんのが下の赤いなんか床抜けそうなやつと、高くて届かない残滓の子たち、あの辺をなんかどうにかしていきたいね。移動する。あ、なるほど、これ向こう側に行けるんだ。とこっち側ね。
ちょっとどんどん広がっていってしまうな。まあでもここの村行ってみようか。おーっと危ねえ。いやアウトです。うーん、やられた。許されない。回復が3つも余ってんのにやられるのは許されないな。ごめんよマジで。ひとまず向こうは上に進む道があることが分かった。こっちはどうですか。うーん、こっち道が広がりまくりんぐだね。じゃあこっち行こう。これはこの床開くな。だから左側から行って多分床を開けることができるんだろう。でもマップ的に上に移動するところしかないから、あの下には何かお宝的なのが入ってたら嬉しいね。上空羽ばたいて降りてこないカラスがだるい。そうだよね、あそこ入れるような雰囲気あったよな。ここ入れるね。ちょっと後でここ入ろう。はいはいはい、調べると開けられるね。これじゃあ逆だったんか。なるほどね。ちょっと先下行こう。で向こうからも上がってこれるようなルートか。了解了解了解。近道のルートになるだけかな。いやこれ汚れた血だわ。噂に聞く汚れた水だね。よし、オーケー。どれだ。気をつけて進むの。うーやばい。うーそうだよね。あー痛かった。おーバカ。でこっちも通れるようになりました。まあ、この下の道を通ることあるかなって感じだね。明らかに厄介なやつがいんな。絶対戦いたくねー。何何何、どういう攻撃してくる。攻撃を誘う。なるほど了解。よいしょ。うーやばマジでいけない領域作る子嫌い。よし、オーケー倒せた。ナイスです。なにこれは。お守りのかけら、これは取るべきだった。これより進めん。え、上から降りてくるってこと。ちょっと待ってくださいよ先輩。あそこのお宝取りたいんすわ俺。ここ入ってみるか。どこだ。うんふんふん、上に位置するところ。あーなるほどね。待ってこいつ強いやつだった。待って、しばらく避けて降りてくるのを待てばいい。いい、それは聞いてねえよ。近寄ってこいよ。三連撃。そう、西の商人倒しに行こう。結局全員倒していくから下の道通ることあるって思ったけど、あります。下の道通ります。ここに家ある、家ある。オッケーオッケーオッケー、はい入ります。オッケー、西の商人を倒すは言い方悪かったな。浄化していこう。おらちょっと待って待ってよしよし、回復しましょう。よしよしよし、いけるあとはご利用して。いい、オッケー、浄化してあげよう。西の商人さん、故郷の妻と娘にもう一度だけ会いたかった。浄化しましょう。どんな力。空飛べる。ワンチャン飛べる。ワンチャン飛べるか。はいはい、西の商人の魂を呼び出し追従させる。敵を見つけると遠隔攻撃で支援する。素晴らしいね。素晴らしいじゃない。果ての国より西にあるという国から来た。はい、商人は、外から物を仕入れて果ての国中を渡り歩き商売しており珍しいものを人に見せ喜ぶ姿を見ることにやりがいを感じていた。めっちゃいい人じゃねえか。めっちゃいい人だったのにな。やっちまった、すまんね。よし、まずはじゃあこれセットしてみようか。まあセット2のここにじゃあつけておこう。いや、愛は常に攻撃でありたい気持ちあるか。なるほどね、そのための効果。オッケーオッケー、理解理解。こうしとこう。で強化もできるんじゃねえかな多分。オッケーできるね。じゃあこの子強化しておこう。でちょっと今回は探索会だったけど、これぐらいにしておこうかなと思うぜ。ちょっと結構長く探索してしまったからな。また次回、まあ黒の魔女さんを倒せたらいいなと思いつつ、まあ探索もしていこう。ということで、ここまで見てくれて、センキューコンボ。概要欄にある家庭サインってところで、毎日配信と動画投稿してるから、よかったらそっちの方もコメント、チャンネル登録よろしくな。ってことで、バイバイ。